大変だ。でもしっかり押さえれてるよ。うん、そこそこ。あとはもう片手だね。そうっすね。一線さえしっかり緩んでら、はい、そこ緩むもんだって。あ、言ってましたね。うん、そっちに無駄に力入れるんだったらやっぱ一線だよ。一線に行こう。一線行ってきます。一線だけでいいよ。硬いけどね。で、そいつをしっかり緩めてあげた方が二線も緩む。それ硬いよね。十分硬いです。そう、それを十分柔らかくするの。ここも硬いですよ。ああ、そりゃ心臓とかもいいの心配かぜよ。背中ちゃいますやっぱり。原因背中かな。もこってなってるから。よく寝たんだけどね。そうそうそう。ああ、いい感じいい感じ。無理に押すよりかはそれをその硬いのを絶対逃がさないように押してグーッと押さえてあげた方が絶対効果的に効くからね。ああ、捉えてよ、それを押して逃がさない、そうそう、今逃げたでしょ。そうです。捉えようとするとクルンって逃げるんですよね。そう、で、それを逃がさないようにしてその下にある骨みたいなところにグーッと押し付けてあげたら、ね、楽になる。そう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 、そうするとめっちゃ効くのね。歯食いしばるみたいな。そう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 、そうですね。それができるかできないかでなんか聞き方が全然違う。いっぺんね、いっぺんね、じゃあいっぺんね、はい。寝てきます。あ、いいですか。いいよいいよ。これあるでしょ。でこれがこう押さえると効いてるのね。でこれが逃げたらもうちょっとここがにこのこれを、はい、逃がして押さえるとこんな感じ。まさかこんな感じなのね。マッサージ的に。あ、押してるなって感じですね。押してるなって感じ。はいはい、でもここのこのこれって押さえた時に、はい、もう近づいて。ここ、これあるなって、これをこう逃がさないように押してあげると同じ力でもこの力とこの力は一緒なんだけど効いて方が違うでしょ。あ、ポイントが違う。うん、ポイントが違う。これをしっかり緩めてあげたら逃げてないでしょ。でこの逃がしてなかったのを外から横からこう押さえてあげると効くって感じで、あとまずこうなりやすい。あ、うん、じゃなくてこうこのここね、こうこうこう、はい、ちょっと内なんですね。ちょっと内。ここ真上じゃなくて、うん、真上じゃなくてちょっと内。ほら押せてないでしょ。もうちょっと内側だ。ほらそれあったでしょ。あ、これ、うん、これですね。それほら逃げてた。そう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 、ほら逃げた、ちょっと。そうそうそう、それをやってあげるとあの少ない力でも効いてくれるのね。効き方が違うというか。ああ、もうちょっと違うな。うん、それ。あ、これですね。うん、でそれが柔らかくなるまで延々と押すわけさ。分かった。うん、ある人とない人いるんだけど、そこはまあ大体みんなその辺硬いわいさ。うちは大変硬いですね。うん。